呂布は関東で袁紹の大軍を打ち破った。もはや河北に敵なし。呂布は満を持して決戦の軍を起こす。目指すは長安。そこで李郭、郭氏ら董卓軍の残滓たるものを討つ。それで乱世が終わるのか、あるいは己が奴らに成り代わるだけか。乱世の鬼神が開く明日はいかなものであるべきか。呂布の胸にはある答えが描かれようとしていた。対して李郭、郭氏らは全軍を挙げて呂布への防衛網を展開。また曹操、孫策らも雪辱を期して長安周辺に集結していた。どれだけの軍友が集まろうと、それを倒し勝利するまで呂布、陳宮、趙遷は決意を胸に戦場へと向かった。因縁の地長安を舞台に天下を決する最後の戦いが始まる。誰にも止められはせん。ついに戻ってきましたな。おいたわしい。呂布殿は逆賊董卓を斬ったにもかかわらず長安を追われてしまわれた。いわばここが呂布殿にとって乱世始まりの地。そして呂布殿の天下が始まる地となりましょう。まさにその通り。され今ここには乱世の亡者たちが集まっております。さながらかつての古老館のようですが。あの時とは違う。俺が思うままに暴れられるのだからな。王政様、どうかご武運を。天下をおつかみになられませ。よし、始めるぞ。私の望みはただ一つ。この寮の手に強大な権力を持つこと。波の権力であればいつでも持てましょう。ですが私が求めるのは天下をも動かせる力。呂布殿の武にて天下を取るのはいわば手段。私の望むものはその先にあるのです。ふん、初めて語ったな。いいだろう。その望み俺が叶えてやる。敵するは千万の軍と豪遊たち。我が部を振るうにいささかの不足もなし。呂布殿の道を開くはこの趙文渊の刃なり。ふん、趙梁、共に思い切り暴れるぞ。雑魚どもは帝のもとに集まっている。だが、その帝には力はない。
今帝を操っているのは李克と郭氏か。雑魚以下の虫けらどもが偉そうに。そもそも帝とは何なのだ。弱く他人に操られる奴が帝でいいのか。考えるほどのことでもないか。今から俺が天下を取るのだからな。行くぞ。この俺の最強の部で全てを倒す。開門します。ご武運を。長安の守るは堅固な堅固な二重の城壁。ここは一つ勝者の力を使いましょう。壁だろうが敵だろうが関係ない。俺はこの力で今こそ全てをつかむ。その首くらい受ける。いざ。長安の美しい城壁、破らせはしませんよ。さあ、土砲部隊、麗しく攻撃なさい。よし、勝者の足は止まったか。いざ進め。呂布軍を攻撃するのだ。やっぱり正面の守りは硬いですな。では水路より城壁へ進みましょう。なんという武勇。来い、我が自由で葬ってくれるわ。差し上げなさい。さあ来やがれ。お前なんざひとひねり。
おお、素晴らしきお働き。ここを通すわけにはいかん。命に変えてもなるものに。素晴らしいご活躍。Get out!
ませてもらおうか。よし、我らも続くぞ。ブルーンと合流し、敵を圧倒してくれ。消えろ。
した建物が倒壊。このままでは危険です。倒壊なればそこが新たなる道となる。皆の衆、いざいざ倒壊地点に向かいますぞ。なんという武勇、敵将討ち取ったぞ。いざいざ行かん、敵の陣容を崩しましょうぞ。ここで私が動けば敵も慌てよう。この俺を止めるか。城壁のゴミどもをどうにかする。この俺が相手だ。消えろ。何というか、ここはやる。敵将討ち取ったぞ。再開と参りますぞ。戻って策の練り直した。敵将討ち取ったぞ。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。なんという武勇。おお、素晴らしいご活躍。ついに二つの城壁を越えましたな。さあ、長安の宮城は目と鼻の先ですぞ。両夫よ、貴様の進軍もここまでだ。投石開始。両夫軍を殲滅せよ。鬱陶しい奴らだ。おい、そこの堀を泳いで対岸へ渡るぞ。何をおっしゃいます。三国無双とはお見事。
少しお仕置きが必要かな。お、アクカ殿からの合図だな。じゃあ完全包囲の構え、覚悟しろ両夫。カゲンラだけで勝っておきな。貴様ら、全て吹き飛ばしてくれる。ヤツを倒せにゃこの戦は終わらねえな。人が寄せつけにくい。さすが宝仙様です。このウブンソクと厳正なる勝負。天下を。
敵将討ち取ったぞ。おお、素晴らしいご活躍。さて、どんな感じでとっちめてやろうか。待て、俺様が負けるなんて納得できねえ。敵将討ち取ったぞ。戻って策の練り直しだ。おお、素晴らしきお働き。
すがさすが緑殿の武にかなうものなどおりますまい。準備は完了しましたな。いざいざ最後の仕上げと参りましょう。ははあ、まずいな。これは予想外の展開だ。お見事、見せつけてくれますな。いやはや、実に鮮やかな攻撃だ。だが、ここを通せないことに変わりはない。立てるものなどおりますまい。これで天下は我らのものですぞ。王政様、おめでとうございます。いや、まだやることが残っている。帝はどこにいる。行くぞ。呂布は李郭郭氏らを打ち破り長安での戦いを制した。並み居る軍友も倒れ、もはや呂布に対しうる者はいない。それはそのまま乱世の終焉を意味していた。この先、呂布が取る道はいかなるものか。帝を擁し、その無双の武にて暗い人心を極めるか。あるいは、帝さえも軍友と同じように打ち倒すか。呂布が選び取る道は、未だ誰にもわからなかった。そんな人々の思いをよそに、呂布は帝のもとへと向かう。鬼神呂鳳翦が掴み取った天下はいかにあるべきか。呂布は
一つの答えへとたどり着いていた。今、最強の男が新たな時代を開く。のような奴が出てくる。頂点に立つ者は強くなければならぬ。俺に帝の座をよこせ。お前はどこかへ失せろ。戦えんやつなど切ってもつまらんからな。いやはや陛下、戦場はすでに敗北。昔日のものというのにそのお召し物は。ふん、あんな服着ていられるか。そっちはうまくやっているようだな、陳旧。天下に響き渡るは名参謀、陳光代を称える声、声、そして声。間違いなく我が名は後世に残るでしょう。引け。俺はこの力で乱世を制した。これからはくだらん騒ぎなど起こさせん。俺に勝てると思うやつはいつでも来い。全力で叩き潰してやる。天下よ、この俺が最強の呂鳳翦だ。就算